こんにちは。マッピーホットのエリナです。今日は photoshop で被写体の背景に映るいらないものを消す方法をシェアしていこうと思います。今までいくつかいらないものを消す方法の動画をアップしていますが、今回は写真に映る被写体の後ろにあるまあ、被写体にちょっと重なっているいらないものを消す方法です。まあ、消したいものが被写体と被っていると、被写体も一緒に消えてしまうこともあるので、それを防ぐやり方を今回はやっていきます。 でこのチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。フォトショップを基礎から学べる本の独学フォトショップも出しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ではフォトショップでやっていこうと思います。では一つ目の写真を複製するをやっていきます。 はいでは今回使う写真がこちらですこちらはアンスプラッシュでダウンロードしたもので概要欄に URL を載せておくので同じ写真で練習したい人はぜひダウンロードして練習してみてくださいで、今回はこちらの写真のこちらのテープを消していこうと思いますこちらのテープは被写体と離れているところは割とすぐに綺麗に消すことができるのですがちょうど被写体と重なっている部分がいくつかあるので こちらを気をつけながら消していこうと思いますではまずこちらの写真のレイヤーを複製して一つはそのままそしてもう一つは被写体の切り抜きとして後で使うので複製していこうと思いますではこちらの背景レイヤーをクリックして Ctrl J または Cmd J を押してレイヤーを複製していきますで下はまあ背景として使って上は切り抜きとして使っていきたいので分かりやすいようにレイヤーの名前を変えていこうと思います ではレイヤー1というところをダブルクリックして切り抜ききと入れていきますでこちらの切り抜きはこのテープを消した時に被写体ももしかしたら消えてしまうかもしれないので後でこの切り抜きを上にのせてそして被写体がしっかり見えるようにします。まあ、ですが今は使わないのでこの切り抜きのレイヤーは非表示にするために目のマークをクリックして非表示にしておきます。 では2つ目の「レイヤー」を加えて削除ツールで消すをやっていきます。ではここからこちらの「テープ」を削除ツールを使って消していきます。で削除ツールについてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人は是非そちらをチェックしてみてください。ではツールバーにある「削除ツール」をクリックします。もしししししししないい人はは右下に三角マーークがあるるツールをを長長押押ててててて探探てみみか点ください では削除ツールをククリックしますそしてこちらの削除ツールの結果を反映させるためにレイヤーを1枚加えていきたいので右下のプラスマーークククををクリックしててレイヤーを1枚加えていきますでちなみにこちらの写真のレイヤーにそのまま結果を反映させてもいいのですがこの透明なレイヤーに結果を反映させると後から直しやすくなるので、まあ、そのためにも別のレイヤーに結果を反映させていきます。 そしてこちらのレイヤーを選んでいるのを確認してこのレイヤーに結果が反映されるように削除ツールの全レイヤーを対象にチェックマークを入れておきます。ここのチェックマークを入れていないと削除ツールを使ったとしてもこのように画像が透明であるためツールを使用できませんと出てくるので必ずこのチェックマークは入れておきます。そしてこのテープを塗る時に まあちょこちょこマウスを離しながら塗っていきたいのとあとこのマイナスのブラシも使っていく予定なのでもし各ストローク後に削除のチェックマークが入っている場合はこちらのチェックマークを外しますそうすることによってマウスを離しながらも何回も塗ることができますではブラシのサイズをこのテープに合わせていくために大括弧をして大きくしたり小さくしたりしていきますそしてテープをクリックしてドラッグして塗っていきます そして被写体とこの重なっているところも一旦このようにガッと塗ってしまいます。そして後からここの被写体のいるところはマイナスのブラシを使っていきたいのでマイナスのブラシをクリックしてそして塗っていきます。少しズームするためにコントロールプラスまたはコマンドプラスを押してズームしてスペースキーを押しながらクリックしてドラッグしてズームしたまま動かしていきます。そしてこのマイナスのブラシで塗ってしまった被写体のところを このようにクリックしてドラッグして塗っていくと先ほど塗った紫のところが消えるのでまあ被写体が消えずに済むという感じになりますでは一旦この左側のテープを塗ることができたので一旦これで削除したいと思いますでは上の丸をクリックするかまたはエンターを押して確定していきますそうすると AI が考えてパッとテープを消してくれますでは一旦ビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターです 左側ににあるテープをききれいに消すことができましたで、他のところも同じようにやっていきたいのでまたコントロールプラスまたコマンドプラスを押してズームしてスペースキーを押しながらクリックしてドラッグしてそして削除ツールのプラスの方になっているのを確認してそして2つ目のテープをこのようにクリックしてドラッグして塗っていきます。で下にあるテープは影もちょっと映っているので、まあ、影もしっかり塗るようにするときれいに仕上がります。 そしてもう少しズームしていくと被写体も塗ってしまったのがわかると思うのでブラシをマイナスにしてそして塗ってしまった被写体の部分をクリックしてドラッグしてこの選択範囲を選択範囲外にしていきます。そして OK かなと思ったら Enter または丸を押すとこのようにきれいに消すことができました。では右側も同じようにやっていきます。 はいそうするとこのようにテープを消すことができましたではビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターです綺麗にテープを消すことができましたで、ここからはちょっと不自然になっているところを直していこうと思いますでは3つ目の不自然なところはコピースタンプツールで直すをやっていきます で先ほど削除ツールで左上のテープを消した時にこちらの柱の切れ目のところが見えなくなってしまったのでこちらをコピースタンプツールについてはこちらの動画でアップしているので詳しい使い方など知りたいという人は是非そちらをチェックしてみてくださいではツールバーにあるコピーースタンプツールをククリックしますそしてふわっと塗っていきたいのでブラシはソフトエンブラシにしていきます。 でこのコピースタンプツールを反映させるためのレイヤーを1枚加えていきたいので右下のプラスマークをまたクリックしてレイヤーを1枚加えていきますそしてこちらの加えたレイヤーの下にあるレイヤーからコピーを取っていきたいので上にあるサンプルというところは現在のレイヤー以下または全てのレイヤーにしていきます今回は現在のレイヤー以下にしていこうと思いますそしてちょうどここの切れ目を上のところからコピーしていきたいのでまず コピーを取りたいところをオプションを押しながらクリックしますそうするとこちらの切れ目のところのコピーを取ることができましたそしたらこの切れ目のところに合わせてそしてクリックしてドラッグして塗っていきますそうするとこのように切れ目を入れることができましたでこちらは何度もやり直すことができるのでまたオプションをしながらここのコピーを取りたいという時はまた取ってそして上から塗っていくという風うにやると まもし柄が同じになってちょっと不自然と思った場合は直すことができますで上の線をそのまま重ねて下のところに貼り付けたという感じになるのでまあ、上の明るさがそのまま下に反映してしまってちょっと周りが明るくなってしまったのがわかると思いますなのでそういう時はレイヤーマスクを使って線の周りをちょっと見えなくしていきます では先ほどのコピースタンプツールを使ったレイヤーをクリックしているのを確認して、下のレイヤーマスクをクリックします。そしてこちらのレイヤーマスクを使って、線の周りのところを消していきたいので、ブラシツールをクリックします。そして消すために色は黒にしていきます。そしてブラシの種類はソフトエンブラシにしていきます。そして線の周りをふわっと塗っていくようにこんな感じで塗っていきます。 でもし塗りすぎてしまったという時は白でまた復活させることができるので X を押してそしてまた上から塗っていくとこのように復活させることができますではこのようにしてちょっと明るすぎるところを消すという感じでなじませていきますではこのようにして周りを消すことができましたではビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターですちょっと周りの明るかったところを消すことができました そしてこちらの線のつなぎ目のビフォーアフターを見ていくとこちらがビフォーでこちらがアフターですズームして見ていくとこちらがビフォーでこちらがアフターです削除ツールで消えてしまった線のつなぎ目を加えることができましたでは4つ目の被写体を切り抜くをやっていきますで被写体の切り抜きについてはこちらの動画でアップしているので詳しく知りたいという人はぜひそちらをチェックしてみてください でもしここまでやって被写体の一部など消えていない場合このステップは飛ばしてしまっていいのですがこちらの写真のように削除ツールを使った時に被写体ののの一部、髪の毛などがが消えてしままったのがわかると思います。この部分を復活させるために最初に用意した切り抜きのレイヤーを使って復活させていきます。 では一旦切り抜きのレイヤーだけを見るためにオプションまたオルトをしながら目のマークをクリックして切り抜きのレイヤーだけを表示にしますそしてこちらの切り抜きの写真のレイヤーをクリックして被写体を切り抜いていこうと思うのでもしコンテキストタスクバーがないという人は上のウィンドウから下の方に行った「 コンテキストタスクバーにチェックマークが入れば出てくるはずなのでそのようにやってみてくださいでは被写体を選択をクリックしますで今回は結構綺麗に被写体を選択することができたのでこのままレイヤーマスクをクリックして切り抜きをしていきますそうするとここの髪の毛の部分もしっかり切り抜きのレイヤーであるのがわかると思いますそしたら他のレイヤーを表示にするために目のマークをクリックして表示にしていきます そしてこちらの切り抜きの写真のレイヤーを一番上に持ってきてここの髪の毛のところを見えるようにしていきたいのでクリックしてドラッグして一番上に持ってきて離しますそうするとここの髪の毛の部分が復活したのがわかると思いますではビフォーアフターを見ていくとこちらがビフォーでこちらがアフターです ここの髪の毛が削除ツールによってなくなってしまったものが切り抜きの写真のレイヤーを一番上に置くことで復活させることができますではこんな感じでテープを消すことができましたでは全体のビフォーアフターを見ていこうと思いますこちらがビフォーでこちらがアフターです被写体に重なっているこのテープの部分も切り抜きのレイヤーを一番上に置くことによって被写体の一部が消えてしまっても復活させることができます はい今回はフォトショップで被写体の後ろに映るいらないものを消す方法を見てきましたまあ実際写真を撮った時に被写体のすぐ後ろにあってちょっと被写体と被っているいらないものを消したいという時もあると思うのでぜひこのやり方でやってみてくださいで今回はまあ細かい消し方についてやってきましたがざっくり消す方法をまとめた動画をこちらでアップしているので気になる人はぜひそちらもチェックしてみてください Photoshop で消す方法わかったよという人はいいねとチャンネル登録お願いします見ていただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう